このラジオはポッドキャストでアップロードしているものを YouTube の方に転用したものになります。パーソナリティがにわか知識で語っているため、役者さんの名前や設定を間違ったまま語っていることも多々ありますが、広い心で許していただけると幸いです。それではどうぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ダメスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第176回目になります。イエーイ。ということで、このラジオは二次元の面白さを語り合い知っていくをテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回、第176回ということで、リ・ゼロから始める異世界生活、氷結の絆の感想をお届けしようかなと思います。はーい。本当はね、金曜日に見たので、金曜日に早々にあげたかったんですけど、ちょっとね、私生活バタバタしてしまいまして、遅くなって申し訳ありません。本編に入る前に、これだけちょっと宣伝させてください。私たち、ナミスケ団電磁気学部はですね、来たる冬のコミックマーケットの方で、今年のね、に参加させていただきます。日付は12月31日、大晦日でございますので、お時間がよろしければ来ていただければなと思います。12月31日火曜日、西地区 B ブロックの08B に配置されておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、じゃあ本編の方の話をしていきたいと思いますけれど、リゼロあれですね、昨年もね OVA という形だったかな、で、劇場でね公開されまして、今回はそちらのちょっと続きの、それがその話のちょっと続きというか、から始まって、メインとしてはエミリアタンのね過去の話、エミリアタンとパックンがどういう経緯で契約を結んで関係になったのかというところのお話になっております。原作の方はね、私まだ未読なんで、これがねどこまでどういう重要でどういう伏線があって入ってきたのかまではちょっと分かってないので、その辺はね知ってる方にね今後教えていただこうかなと思っておりますけどね。なんか、なんていうのかな、面白かったよね。いや、なんか、テーマはやっぱりはっきりしてますよね。エミリアタンが主人公になった途端、かなりシリアスですよね。あ、もちろん、スバルキュンの時も、言い直したけれど、スバルキュンの時も、疑心暗鬼というか、やり直してるのは自分だけ。自分は知ってるけど向こうは知らないことをどう伝えるかとか、結構ねもがき苦しむ話だったんですけど、今回エミリアタンが主役なのでね、エミリアタンがなんていうのかな、この世界で魔女と呼ばれる存在と同じ容姿をしていることで、迫害を受けるというお話ですね。で、宣伝の方にも出てきてますよね、私が理由で嫌いになってよ、見た目とかはそんなんじゃなくてっていうところがなかなかにね、普遍的なね、テーマですよね。私が何かをして嫌うな、私がやってる行動が嫌で嫌いなら仕方がないと。ただ、知りもしなくて見た感じね。まあ、簡単に言うと、まあ、なんていうのかな、これを出すとまた怒られるかもしれないですけどね。黒人だから差別されたりとか、白人だからお前ら差別主義者なんだろうとかね。アジア人だからとかね。そんな感じでね、そう、まあ、カテゴライズされてしまう。してしまう、その人の醜さと、まあ、そうじゃない部分もあるんだけれど、どうしてもっていうところとかね、葛藤が描かれてますよね。うん。いろんなね、作品でも言ってますけど、やっぱり中高生をメインと、中高生をメインターゲットとしてるライトノベルとしては、描くべきことを描いているのかなという、作品内容になってまいりましたね。で、まあ、エミリアタンが、なんていうのかな、まあ、要はターミネーターなんですよ、今回の話って。なんやねんって思われるかもしれませんけど、要するに、ターミネーターってケビン・コナーでよかったっけ、
で、まあ、主人公は狙われるわけじゃないですか。お前は将来、スカイネットの敵になるからっていう理由で、こう、未来から来た人間に殺されそうになるじゃないですか。今回はそういうお話なんですよね。エミリアタンが、魔女の養子をしている。そして、すごく強い力を持っている。だから、お前は危険だから殺すんだっていう敵が現れるんですよね。で、まあその敵と対、で、まあそれターミネーターですよ。要はターミネーターですよね。ターミネートするっていう感じですけど。まあそれに対して、私を理由に殺してよっていう話になってね。で、すごくこの一時、この間にエミリアタンがこう、急成長していく。そういうお話でした。でね、今回の、そうですね、作品見ててすごく、まあ多分演出的にもそうだったと思うんですけれど、出てるねキャストの方もが少ないので、基本的にエミリアさんとパックンの話なので、ごめんなさいね、一応キャストを見てる、もしも間違いがあったら、まあ、エミリアさんの高橋理恵さんとリエリーと、まあ、内山由美さんの演技がすごく光るんですけど、この二人の演技がね、すっごく対照的だったんですよね。それがね、見ててね、面白かったし、いや、どっちもすげえなーって思うし、個人的には、ああ、高橋りやっぱすげえわ、みたいな、そんな感じでしたね。まあ、どちらのね、演技も素晴らしかったんですけれども、すごく対照的に演じられておりました。パック、なんていうのかな、最強の弟子、ケンイチでいうところの、生の木と銅の木だったっけ、なんかそんな感じ、自分の感情を高ぶらせて戦うのと、自分の感情をできるだけ、冷静に落とし込んで戦うの。どっちをやるかっていう話があった、あるんですけど、知らない人はごめんなさい、ある、最強の弟子ケンイチ見て、あるんですけど、まさに、パックンを演じる、パックを演じる内山由美さんが、銅の、演じ方で、高橋理恵さんの方が正の演じ方だったんじゃないかなっていうのが、私の見ていた感想ですね。もちろんね、エミリアがこう、私を嫌ってよっていう、劇場するところはあるんですけれど、劇場しながらもなんかね、演じられてる感じが、すごくね、正の機能を感じるんですよね。なんかね、見て、本当に。そこがね、その二人の、演じ方がすごく面白かったなっていう、作品なんていうのかな、その二人の演技の向き合い方っていう感じがすごく如実に出てるなっていう感じが、個人的にはしました。まあもちろん完全に私がこう演出家の演出に踊らされてるだけなのかもしれませんけれど、私はね、見ててすごくそう感じましたね。特にパックンはね、可愛い時とちょっと本気になる時があるじゃないですか。そこのね、落差も一番あったりとかしなきゃいけないので、コロコロ変えていく内山由美さんの演技が面白かったですね、見ていて。あとはそうですね、なんだっけ、こう波助団電磁気役部的なこの音響的な話で言うと、雪の世界なんですよね、氷結の絆でね、雪の森の中をエミリアタンが生きてるっていう話なんですけど、その雪を踏みしめる音、これから見に行く人そこすごい聞いて、なんかね、もう見事だから、なんかね、ザックザックじゃないんだよ、踏みしめた時に本当にザッて踏みしめて、踏み込んだ時にギュ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 ってこう雪が固まっていこうとあるじゃないですか。あれがね、すごく細かく作られてるんですよ、効果音。あれは本当に良かった。なんかね、あれを聞いてるだけで、私たちは今雪の世界にいるんだなっていうのがすごく、もうあの音一つで如実に伝わるんですよ。で、雪が降ってる世界ってやっぱりこう、しんとしてるじゃないですか。都会のね、街とかに降っても、やっぱりなんか、雪が降った朝とかってしんとしてるじゃないですか。本当にそのしんとした空気感の中にエミリアさんが歩くごとにギュッギュッって踏みしめて動いているっていうのがすごく、もうあの音一つでね、いろんなことが伝わってくるんで、ここすごくこの効果音
を、気にして見ていただければなと思います。すごくね、もう、あの音聞くだけでも結構価値がある今回のこの作品は。ほんとね、序盤に出てくるんですけど、すごくね、そこが私は好きで、ずっとね、心地よく聞いてましたね。うん。なのでね、ぜひぜひ、雪を踏みしめる、音の方に、注目していただければなと思います。そうですね。そろそろね、ネタバレで喋っていこうかなと思うんですけどね。まだ見てない方、ネタバレ嫌な方、ここで止めてもらってください。そうですね。ネタバレで言うとね、やっぱりターミネーターですよね。もう、源田さんじゃねえかみたいなね。お前、今日からターミネーター裏でやってるよみたいな感じがしてね。本当にね、ターミネーターがね、源田さんが襲ってきて、でね、サラコナーとね、サラコナーがね、パックンでね、助けるんですよね。いやー、終わった後、なんかね、感想をつぶやこうと思って、冗談でターミネーターじゃないかとか言ったけど、よくよく考えたらターミネーターなんですよね。本当にさっき言ったように、その人間が、その人間の人間性から、消していかなきゃいけないっていう敵に対して抗っていくっていう。ある種、だからこそ、ターミネーターが描いていた内容って、やっぱり今見ても面白い。今でもこう、続編とか、作られたり、人を魅了するっていうのは、やっぱりそこなんでしょうね。そのテーマってやっぱ普遍で、どう扱っても、どの時代でも変わらないテーマだったのかなって思いますね。ちょっとね、やっぱりスカイネットとか、機械が、学習して敵に回るっていうところが取り沙汰されますけれど、やっぱりその、人間から、リスクがあることを見ると、もう前もってやってしまおうとする、その人間の、人間とかその考え方の愚かさとか、そういうところを描いているからこそのテーマなのかなっていう、このリゼロを通してなんかね、ターミネーターがそういう作品だったのかっていう、なんかちょっとこう見直すというか認識が新たになった感じがしますね。なんかね、やっぱターミネーターってこうダダンダンダダンとかこうね、シュワちゃんとかね、それこそね、今さやっぱ流行ってきてる AI とかの機械の反乱みたいな SF ってのがやっぱり表でね出てきちゃうんですけども、今思うとそうなのかなっていう感じがしますね。黒人だからできないだろうとかね、白人だからお前ら生まれつき黒人差別してんだろうとかね、まあね、日本人だからどうじゃらとかね、日本人の中でもあるじゃないですか、ブラック出身だからどうだらとかね、そう差別的なところはどうしても人間が持ってしまっているところを実はターミネーターも描いてたんだなというのをね、リゼロを通してこの年になってやっと気づいた私みたいな感じでしたね。あとはそうですね、劇場の一番最初始まった時のね、最近アニメでたまにありますよね。劇場の注意っていうのをキャラクターに言ってもらうっていうの。で、そのショートアニメーションの中でね、皆さん注意してくださいねって注意するのが、まさかの松岡くん、ロマネコンティだったのがちょっと笑いましたね。こんなところまでね、来て劇場まで足を運んで貴重なお時間をいただく勤勉な皆様には、とかね。でね、悪役に、マナーを言わせるってのはうまいですよね。すごくうまいなって見ながら思いました。特にロマネコンティのキャラクターが強くて、そのセリフもすごく流行っていたのもあるんですけれど、悪役に注意されるってのはやっぱり見てる側としてはなかなかのものでしたね。で、おしゃべりはしないようにしましょうとかね。なんでここにわざわざお金払ってきてるのに人と喋る必要があるのか、私は不可解になりませんとか言わせたいとかね。一番面白かったのが、携帯電話のところでしたよね。携帯電話をね、マナーも、電源を切りくださいって、ロマネコンティが言うんですよね。な、みんな、あれじゃないですか、マナーモードにしたりするじゃないですか。そこをすぐ逆手に取ったんですよ。あれ、脚本うまいなと思いました。そしたら、ロマネコンティが、何？マナーモードでもいいだろうって？あなた、怠惰ですね、とか言ってね。マナーモードをしたところで、あなたの携帯は震えるのですとか言ってね。松岡くん全力と思って。で、私は、偉そうに言うと私はね、電源落としたんですけれど、私のね、列の一人の人がね、それを見てすぐに電源を落としているっていう作業をされてましたね。うん、やっぱ悪役が、マナーの注意をするっていうのはなかなかにね、面白かった。ところですね、こいつに言われるのかクソみたいな感じもしますしね。で、
本編がね、やっぱりこう、エミリアタンが迫害を受けて、でもそれに向かって、パックンとパートナーになって立ち向かっていくっていう、結構シリアスめな話だったので、もう、その最初のショートフィルムが完全にコメディだったんですよね。みんなに正しく知ってもらおう、マナーを伝えるという内容ではあるんですけれど、多分あそこが一番のコメディの部分を受け負っていたので、それやっぱり対照的にあって、すごくあそこは映えていましたよね。あそこね、何度でも見たいと、他の作品でも流していいんじゃないかぐらいのね、悪の強さ。いやー、ロマネコンティはすごいなっていう、印象でしたね。はい。で、ということで、まあ、こんなもんかな。今回はね、ちょっと短いかもしれませんけど、こんなところで、締めたいと思います。ぜひぜひ皆さんね、まだ見てない方、ここまで、まあね、途中でね、ネタバレ嫌だったら切ってくれって言ってるのに、これ言うのもおかしいですけどね。リーゼロから始める異世界生活、やっぱり面白いですね。テレビアニメ版も素晴らしく面白かったですけれども、今回もよくできておりました。何度でも言うけど、やっぱり、ね、雪を踏みしめるところの音はね、私の中ではね、バッチリでした。あれが全て。序盤じゃねえかって言われますけど。あとはストーリーをね、やっぱり普遍的な、我々が常に、向き合わなくてはいけない社会的なテーマの一つでしたね。それを、胸に抱いてね、この作品を持って、毎日ね、進んでいきたいと思います。はい、ということで、今回は第176回、リ・ゼロから始める異世界生活の、氷結の絆の感想をお届けしました。パーソナリティは私、電池規約でした。どうもありがとうございました。